皆さんこんにちは、全力マンです。今回はですね、野球ファンの皆さんもそうでない皆さんも、WBC が開幕直前に控えているというふうなことで、もう本当に日本を代表する侍たちが野球で世界一を争うというふうな、そんな大会になっておりますけども、例年こう WBC というと、日本だけが本気というかね、あったでしょ他の国が、アメリカとか、そういう本当にこう、本気でやったら一番強いんじゃないのかみたいに言われてる国が、そこまでこう、ガチガチのメンバーで来ないで、日本はとにかく全力でいくみたいな、なんかそういう風な印象ですけど、今大会は結構どこもガチガチで来てるんじゃないかと。もちろん日本もそうですし、野球の母国アメリカ、そしてドミニカ、このあたりがこう非常にいいメンバー揃えてる。他にもね、韓国とかもいいメンバー揃えてるなというふうな印象なので、開幕非常に楽しみなんですけど、その前に、野球知ってる皆さんも、そうじゃない皆さんも、この WBC が100倍楽しめる、そんな見どころ紹介していきたいと思います。レッツゴー。WBC が100倍楽しめるポイント、その1は、メジャーリーガー多数参加しているっていう点ですね。はい。今大会は、ダルビッシュとか、ショータニとかね、あと、ヌートバーとか、吉田正尚とか、合計4名かな ?4 名。参加してますと。これは栗山監督の信頼あってか、非常に心強いメンバーが揃っておりまして、他にも、三冠王流行語大賞まで受賞した、村神様とか、トリプルスリー3回目、山田哲と、2年連続、投手4冠、山本由伸と、ミスターパーフェクト、佐々木朗希。あとは二刀さんとシュートね。はい。あとは育成からキャノンを放すところも成長した回であったりとか、あと、奥さんが乃木坂、元乃木坂のね、源田とか、そのあたり招集されて、非常に心強いようなメンバーになっておりますと。特に言われてんのが、打線後ろの方打ってんのかっていう問題と、外野大丈夫なのかっていう問題と、P 後ろの方、大丈夫かと。いうような話ありますけど、WBC が100倍楽しめるポイントその2は、世界一のプレイヤー大谷の存在ですね。大谷はすごいもう、多分今、現時点では多分誰もが認める世界一のプレイヤーなんじゃないかというふうな、まさか日本人からね、そういう選手が出るなんて、数年前までは思いもしませんでしたけど、皆さんご存知の通り、二刀流ですと。はい。バッターとしても、ピッチャーとしても超一流。年俸40億円。はい。宝くじ1等何回分なのかというふうな話ですけどね。で、高身長、イケメン。で、性格もいいというふうなことで、正直メジャーが、世界最高峰のリーグじゃないですか。メジャーリーグが。で、その中で、ナンバーワンに今なっているのが大谷と。皆さん野球ファンはご存知、メジャー。はい。海道高校で、ナンバーワンに取った、はい。重野五郎が、ここを倒すために、青州高校に移動して、で、そこから倒しに行くというふうな、本当に、重野五郎対海道高校ぐらいの感じで、日本他にもね、ダルビッシュとか、世界で活躍してる選手いますけど、はい。そんぐらいの感じですからね、今大会は。いかにこう、大谷が気持ちを折れずに、頑張ってくれるかと。他の選手がそれ支えられるかと。そんぐらいの大会なのかなというふうに思ってるんで。はい。ドミニカとかね。韓国とか。特にアメリカ。これ、海道高校なんで。はい。彼らに負けないように頑張ってほしいなというふうに思っております。はい。ポイントその3は、日系アメリカ人、ヌートバー選手です。はい。ヌートバー。母親は日本人。父親がアメリカ人。日本語はね、ずっと話せないっていう感じなんで、通訳つけての参加になってるんですかね。はい。って感じで。ミドルネーム、タツジと。タッチャンだと。タッチャン。はい。朝倉みなみがしきりにタッチャン、タッチャン呼んでましたけど、本当にこうヌートバーのことなんじゃないかというふうに、足立みつるが鬼の伏線回収してるんじゃないかというふうに言われてますけども、はい。ミドルネーム、言われてないですね。僕が勝手に言ってるだけなんですけど、ミドルネーム、タツジ。はい。というふうなことで。
あの、ヌートバー選手はこれ、あんまりね、こう、あの、日本のプロ野球、NPB を基本的に見てるよっていう人は、ヌートバーって聞いたことないっていうふうなことだと思うんですけど、まあ、メジャーでは結構活躍してるんだよね、ヌートバーは。ずっとアメリカで育って、まあ、ドラフトで呼ばれて、まあ、今に至るわけなんだけど、まあ、ポジションはセンター守れると。で、逆に他のメンバーでセンター守れるだろうっていう人が、まあ、いるけど、まあ、そこまで。そこまで多くないんで、まあ、外野ね、もともと来る予定だった鈴木誠也選手も、脇腹の痛みで辞退してますんで、まあ、ちょっとこのあたりどうなんだろうなっていうところで、まあ、本当にヌートバーにある意味心中した大会とも言えると、外野に関しては。ヌートバーへの期待値が感じられる、そんな強気のね、布陣ですけど、だってね、実際鈴木誠也選手が抜けた穴を埋めたのもね、ザ・外野って感じじゃなくて、ユーティリティっていう感じで、まあまあまあ、なんかセンター補強みたいな感じはなかったんで、まあ、本当ヌートバーで行くんだというふうな、そんな覚悟は感じられる人選なんですけども、まあまあまあ何を言ってもね仕方ないんで、もうこれは期待するしかないとヌートバー選手、はい、いうふうなことでポイント3つですね。メジャーリーガー多数参加してます。世界一のプレイヤー大谷います。期待の新星ヌートバーいますと。まあ97年生まれ、僕ら同い年なんで、はい、まあ若いとは言えないけども、まあまあこういうふうな国際大会で日本の日の丸を背負ってね、参加するっていうのはおそらく今回初めてだと思うので、はい、非常に注目したいところです。はい、で最後おまけいきます。今回監督、元日本ハム監督の栗山監督ですと。はい、栗山監督どんなイメージですか？栗山監督は、うん、ま、日ハムで長くやってて、はい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 、でもめちゃくちゃ選手との信頼関係があるな。なるほどなるほど。あとはそのもともと報道ステーションとかやってたからやっぱずっと野球見てきただけあって、うんうん、そういう目もあるというか。なるほどなるほど。主観、はいはい、俯瞰的な目もある。はいはいはい。さあ栗山タン長島アナね、長島アナが、はい、さあ栗山タンって言ってましたから、はい、あの名コンビね、あの名コンビが、まあまあネット甲子園等でね、はい、見られたと思いますけど、まあそんな栗山監督、実はあの中学校時代ポジションどこだったと思いますかと。セッターなんですこれ。えはい、センターじゃない、これセッターですと。セッター、はい、中学校で一回栗山監督って野球離れてバレー部でセッターとして活躍してるらしいんですよ。で、この時に得得したこうフライングレシーブっていうのが、外野守備での華麗なダイビングキャッチにつながっているというふうなことが、言われてるらしいんですけども、はい。まあ、監督としての実績これすごくて、まあ、ダルビッシュってね、もうこの間、まあ、メジャーでもすごい、力のあるピッチャーに育ってると思うんですよね。自分のチームとも何年契約だっけ、なんか結構7年とかそんぐらい契約して、まあ、ちゃんといい額で、まあ、あの年でね、あの年数でしっかりあの金額で、まあ実力がないとなかなかできないような契約、結構強気の契約だと思うんで、まあそれを育てたりとか、まあ、なんといってもやっぱ大谷翔平、まあ当時二刀流をね、まあ認めますと。まあ二刀流でやっていこうよと。まあ基本誰もが無理だと。さすがに。そんな漫画みたいなことありえないというふうな、そんなふうに、な声もね、結構少なくなかったと思うんですけど、もう今となってはもう世界一の選手育ってる。まあこのあたり、ちゃんとこう、まあ栗山監督の元で育った選手が、まあもう一度栗山監督の元で戦えると。しかも日の丸を背負って戦えるというふうなことで。はい。まあ、当時セッターだった男は、まあ、こう、世界を舞台に、どう戦えるのかというふうなところで、期待ができますと。はい。いうふうな、まあ、そんなおまけの話もありつつ。はい。というふうなことで、今回はですね、WBC 開幕直前、注目ポイント、3つご紹介させていただいて、まあ、プラスおまけと。はい。まあまあ、やっていきながら、随時こう WBC 系のコンテンツはたくさん出していきたいなというふうに思っておりますので、皆さん野球そんな好きじゃないよっていう人もぜひ日本を代表して戦う侍たち、まあワールドカップとかねすごい盛り上がったと思うんで、まあ正直その WBC がワールドカップ的な位置づけなのかどうかはちょっと野球はよくわからないけどもうん、いやいや、なんか正直ワールドカップってさ、もうなんかチームがキャンセルとかってあんま ないからさ、正直まあそれ優先だしっていう風な中で、
まあいろいろね、これまではキャンセルとかもあった、まあ、そういう大会だと思うんですけど、まあどちらにせよこう野球の世界一の国を決めるというふうな戦いであることに、なんか違いはねないというふうに思いますので、はい、皆さんぜひ頑張れ日本と頑張れ侍ジャパンと応援しましょう。はい、今日はそのところで終わります。ありがとうございました。